檻、奴隷かな。これは予想外。死体じゃないな。腐りかけてるけどまだ生きてる。ってことは悪魔月か。ん？この波長覚えがあるな。魔力暴走と同じ。使えるなこの肉。自分の体じゃないから安全に好き勝手できる。それからは魔力をガンガン送り込み、ああでもないこうでもないと実験に心を躍らせる日々。そして1ヶ月後、ついに僕は魔力暴走を制御することに成功した。うんだけど、参ったな。あんなに腐ってたのに元に戻るんだ。